パオリノ・アンブロッシモは、イタリアのラツヨ州ローマ県、ネットゥーノ出身のプロ野球選手。現在は、イタリアンベースボールリーグのフォルティチュード・ボローニャに所属している。地元のネットゥーノベースボールクラブと契約を結び、プロ入りを果たした。2006年は、打率143、0本類打、1打点、1安打を記録した。2007年は25試合に出場し、打率143、 0本類打、1打点、5安打を記録した。2008年は29試合に出場し、打率171、1本類打、8打点、12安打、五5盗塁を記録した。2009年は29試合に出場し、打率143、1本類打、3打点、11安打、一1盗塁を記録した。2010年は36試合に出場し、打率277、 1>, 1本類打12打点、26アンダ、0盗塁を記録した。7月に、第31回ヨーロッパ野球選手権大会の、イタリア代表に選出された。2011年は39試合に出場し、打率195、1本類打15打点、25アンダ、8盗塁を記録した。オフの10月に、第39回アイブフワールドカップの、 イタリア代表に選出された。2012年は42試合に出場し、打率256,0本塁打20打点、40安打、11盗塁を記録した。9月に第32回ヨーロッパ野球選手権大会のイタリア代表に選出された。2013年は23試合に出場し、打率298,1本塁打13打点、25安打。 11盗塁を記録した。同年限りで対談した。2014年からフォルティチュード・ボローニャでプレーすることとなった。同年は打率309、0本塁打、6打点、17安打、8盗塁を記録した。2015年オフの10月23日に第1回 WBSC プレミア12のイタリア代表に選出された。 2017年9月22日にオランダ代表との親善試合であるヨーロピアンベースボールシリーズのイタリア代表に選出された。ありがとうございます。